お家でご飯もしを受けた後、人もしから発信される様々な情報を活用することで、思考力を大きくアップすることができます。自宅受験の今だからこそ、ご飯もしを上手に活用していきましょう。このチャンスを生かすため、これからご飯もしについてお伝えしていきます。ご飯もしは、相対評価と絶対評価の二軸で、受験生を評価するテストです。偏差値によって集団内部の自分の位置を客観的に知ることができます。この偏差値によって志望校の判定を行っていきます。これが相対評価です。一方、思考力の熟達度合いは受験生個々人によって異なります。思考力の熟達度合いを評価する軸が絶対評価です。合板模試はこの2軸で受験生の学力を評価しています。思考の熟達度を評価するため、思考コード、思考スキルを活用しています。この思考コード、思考スキルは、すべての問題に設定しています。問題で求められる思考力の種類、深さを表したものが思考コードです。問題に向き合う場面で活用する具体的な力を表したものが思考スキルです。思考コード、思考スキルによる評価によって、自分はどんな思考力に長けているのか、自分はどんな思考力に課題があるのかを知ることができます。試験後、思考コードに着目して振り返ることで、知識の獲得が不十分だったのか、情報の読み取りに課題があったのか、情報の整理の仕方に問題があったのか、など、学習分野の観点だけでなく、思考力という観点から、客観的に自分を知り、問題を見直すことができます。より効果的に振り返りを進めることができると言えます。今年度から成績表をウェブで発信します。それによって、さまざまな情報を提供することが可能となりました。得点、偏差値、順位、志望校判定はもちろん、おすすめの併願校情報を提供していきます。さらに、すべての問題に自分の偏差値と同じ受験生の正答率が出ます。この正答率を見て、必ずできるようにしたい問題を知ることができます。問題に取り組む優先順位をつけることができるので、より効果的にステップアップすることができます。また、思考コード、思考スキルの正答率も出るので、自分が得意な力、課題がある力を客観的に知ることができます。より大きく伸ばしたい力、課題がある力に焦点を当てて学習を進めることができます。思考力の観点から客観的に振り返ることで、自分自身をよりよく知ることができます。学びの芯も立てやすくなると言えます。思考力は科目に限らず、さまざまな場面で活用できる大切な力です。おうちで人もしのチャンスを生かして、ぜひ思考力を深めていきましょう。お申し込みの締め切りは5月19日火曜日23時59分までです。ぜひお申し込みください。皆様の受験を心からお待ちしております。